にちは、しょーい。どうも、やまももです。やまもも、再びチャレンジ企画を考えてきました。それは、絶対にくしゃみしないといけない30秒故障チャレンジ。まずこちらの新競技、絶対にくしゃみしないといけない30秒故障チャレンジというものを説明させていただきます。どういう競技内容かと言いますと、だから単純に30秒間自分に故障を振り続ける、そしてその30秒間の中で何回くしゃみができるのかというくしゃみの回数を争う競技でございます。こちらの新競技にチャレンジするにあたって用意するものは3つございます。こちらです。故障ですね、必ず用意してください。次にゴーグル、コンタクトされてる方、目に故障が入ってしまったらめちゃめちゃ痛いですよね。それを防ぐために目を守ってあげるゴーグルを用意してください。こちらは用意してもしなくても選手の自由とさせていただきます。そして最後にもう一つ、レジャーシート。やはりこの競技、室内でされる方が多いかと思います。床に何も引かないでやってしまったらお掃除が大変ですよね。それを防ぐためにこちらのレジャーシートを引いていただくと掃除の手間が省けます。こちらも選手のご自由とさせていただきます。この競技、絶対に必要なのは一つだけです。ゴーグルやレジャーシート用意したい方は用意してください。それではこちらの競技に移りたいと思いますので、会場の準備をただいまよりさせていただきたいと思います。皆さん、この中のこの銀のこの部分を外すのをお忘れなく。準備は整いました。それでは今から絶対にくしゃみしないといけない30秒故障チャレンジを開始したいと思います。よいスタートの合図が鳴ってから蓋を開け、振りかける、この手順でやっていきます。それでは、よーい、スタート。すごい画面に故障がついてます。待って、鼻むっちゃ痛い、鼻むっちゃ痛い。ガッチャンと五郎さんも故障まみれになって、ごめんね。どうだったんでしょうか、山桃の記録どうだったんでしょうか。日常生活において胡椒をこんなに吸い込むっていうことはないと思うんですよ。日常的にこんな胡椒を吸い込む機会があったら、それはなかなかやばいと思うんですけど、今までに感じたことのない鼻周辺の熱を帯び、そして痛む感じですね。でもですね、やっぱし人間、くしゃみをすると爽快感みたいなのあるじゃないですか。この胡椒を振りかけて痛みを感じながらもくしゃみをすることで、きっといつものくしゃみじゃない感覚が味わえると思うんですよ。何気なく日常でくしゃみして、くしゃみに対してのありがたみっていうものをもう一度再認識できる競技だと思っておりますので、我こそはくしゃみのありがたみを再認識してやるぞという方、ぜひぜひこの絶対にくしゃみしないといけない30秒故障チャレンジ挑戦してみてください。そしてまた山桃の記録を抜いてくださる。故障
山桃の記録を抜いてくださる方、どしどし募集しております。皆さんの挑戦お待ちしております。今日も見ていただきありがとうございました。山桃の体の張り具合良かったぜって言ってくださる方、高評価ポチッとしてやってください。これからもこんな山桃を見てくださるという方、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしておりますよ。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。喉が痛い。